もこんにちは、ゲーム実況者のダイダラです。今日はね、モンスターハンターエクスプローラーの襲来クエストやりたいと思います。今日の襲来クエストはロワルドロスかロワルドロス、俺上級行ったことないんだよね。でも、まあ多分ね、楽勝で勝てると思いますので、皆さん見ててください。さ、この前、電撃オンライン様の方でね、僕と、ミソシーと、ね、ルパンさんと、おばさんで4人でやった動画が上がってると思います。で、その時に比べてはかなり強くなったと思う。このステータス見たらわかると思うけど、かなり強くなってますのでね、もうソロでも、ザンザン、おかしい。言葉がおかしい。ガンガン、枯れると思いますので、ね、その模様見ていってください。行きましょう。よし。さあ、武器はランス。最近ね、俺、ランス、なんか、使ってない人だよね。結構さ、武器っていろんな種類あんじゃん。いろんな武器使おうと思って、今ね、普段のナンバリングタイトルって全然使わない、体験とか使ってんだよね、ほんと。体験いいね、あれ。ね、ヒット&アウェイで逃げ回るみたいな。うん。あの感じ、俺超好きだよ、ほんと。まあでも、ランスもね、ほんと、ランスはね、タイマンがマジで強い。タイマンが強いんだけど、この小型モンスターの群れは、マジできついんだよね、ここ。ほんと。まあでもそんなもね、サクサクと買っちゃいますよ。よし。で、次だな。ドスジャギー。まあ、ドスジャギーは、まあ、ジャギーだ。よし。サクッとやっつけよう。へい。いいね、これ。ドスジャギーはね、やっぱフロギーとかね、バギーとかと違ってさ、全然、あれしてこないからね。よし、カウンター。さ、カウンターね、ほんと、攻撃一切効かなくなる。もう最強技だから。これを覚えるだけでも、ゲームマスター。ラギアクルスとかがほんとランス一本でね、もうずっと張り付いてられるっていうのが半端ないよね、これ。よし、カウンター。ね。今の防御力があれば、ほんと、ほぼほぼね、カウンターでもダメージ1だから。大丈夫かな。昔さ、ほんと、よいしょ、カウンターしても、あれなんだよ、ほんと50度が食らって、もう、こんな無理だよってなったんだけど、やっぱ防御力上げたらね、やっぱエクスプロは何でもなるね。よし。一番優先すべき、ステータスやっぱね、防御だと思うよ、ほんと。ねえ。ちょっと何おう、こっち見てくんない今、ちょうど隙間だったよね。おお、見てなかった。よし。なかなかなんかね、やっぱカメラに映ってゲーム実況、これ慣れてないんだよね、ほんと。もう、カメラ見ていいのか、画面見るのかって部分が、ちょっと、どっちなんだろうな、みんな。ちょっと、カメラ実況者の人、俺に教えてんだ、ほんと、それ。こっそりと。よし。さあ、体中突き抜ける。ランス。うおっと、痛いね。失敗しちゃった。よし。さあ、でも、ダメージが、ほら、49しか食らわなくてさ、今、ヒットポイント大体ね、1200あるんだよ。そのうちの40ぐらいだから、ほんと食らわないんだよね、もう。おーい、よし。ちょっと待って、俺、さっきから、もう、あれ、ダメージ全然食らってねえから、みたいな感じで、納金プレイになってる気する。ちょ、いけねえ、もう俺これからダメージ受けねえから。カウンターすっから、俺。え？今の、あれだから、ちょっと、ね、技玉がちょっと、まくってた。失礼いたしました。いきます。ちゃんとやります。よし。さて、ゲージはもうね、2本削れてますね。よいしょ。まあ、マルチプレイよりソロプレイの方がね、体力がかなり低いんですよね、敵が。なのでね、よいしょ。サクサクいっちゃいましょう、この辺も。V 破壊は全部したいよな、ほんと。バッタン。あ、ちょっとスキルも動くなってきた。おー。で、さ、怒りですね。さ、壊れた。さ、顔はもう先端も壊れているので、あとは、おっと、カウンター。これで終わりかな。一戦、まだ生きてか。くっそ。よし。あと体当たりで行こう。これ、こっち向かってくんな。おー。いや、また、脳筋プレイになってる。脳筋プレイになってる。オッケー。はい、これで討伐完了でーす。イェーイ。まあね、でもやっぱ、なんかもう、体力半分減っといて言うのもあれだけど、ちょっと歯応えがないな。ちょっと星4行こうかな、今から。いいかな。星4って今確かクルペッコだったと思うんだけど、クルペッコ勝てるかな。弱点なんだっけ、クルペッコって。ね、さあ、ルドロスガード。
ゲットしました。星さんです。ガンナー装備やったぜ、ね、まだ持ってない武器はね、あの防具とかはガンガン欲しいですよね。よし、さあとりあえずクルペッコ星4行きましょうか。でもやっぱクルペッコ星4だから一人じゃちょっとダメかなって、これいけねえなと思うんで、ちょっと今電撃オンラインの中で最もゲームがうまいって言われてるちょっとごしさんをと一緒にちょっとやりたいなと思うんですけど、ごしさんちょっとそこで見てるんでどうですか、一緒に行きますか行きますか。じゃあここに来てください。もうやる気満々でしたね。やる気だよ、超やる気で。いやもうごしさんはずっと俺より高いからな、ハンターランクも。大だらけに槍教えたの俺だからね。そう、槍すげえいいよってめっちゃ教えてもらって使ったらすげえいいのね、サクサク進む。そうカウンターの爽快感があるからね、このゲーム。やばいよあれは。まだっすか、早く来てくださいよ、装備変えとこう。待たせたな。どうしたの、噛んだ今。待たせたな噛んだ今。噛んでない。何今の、スーワじゃないの、せい、はい、でステンス高いな。攻撃だけはね、攻撃半端ないよね。武器だけはレベル40まで上げました。36なんだよね俺今。やべえな。まあまあ行きましょうかこのまま。そうね、1本だけ響きだけここでゲットしてね、鍛えちゃおうぜ。あげましょう。よし、さあクルペッコ、え、僕行くの初めてなんですけど。クルペッカ州俺も初めてなんだよ、ね、おいきなり。なんか聞いた話によるとさ、あ、やべえ、毒った。俺も毒ったけど、なんか体力すげえ回復するって聞いたんだけど。クルペッコ州、あじゃあダンスの後がすごいんだ、止めなきゃいけないんだ。しかも全然止まんないって聞いたんだけど、どうなんだろうな。体験員のに止まんないの。止まんないって聞いたけど、なんかゲージ的に言えばあの4つ目盛りあるうちの1つが回復するみたいな。はいはいはい、あ、すごいね。やばいって聞いたんだけど、まあ、まず俺たちはボスに行けるのかっていう部分。俺は行けるよ。ちょっと俺は行けるよ。俺のせいで行けないみたいな、やめてよね、あれもう半分しかないんだよ。半分しかない、あ、やばい。じゃあ今回ちょっとコンティニューなしでいきましょう。コンティニューなしね、了解。コンティニューなしでちょっと俺たちどこまで行けるのかっていう、どこまで行けるのか、今の俺たちの実力だったらどこまで行けるのかっていう部分をちょっと見ておきましょう。虫の攻撃当たると結構減るんだけど。50ぐらい減りますよ。うん、すごい減ってる。あ、26だ防御力の差が激しい。で59減った今。ちょっと待って、麻痺って、やばい。あ、麻痺ってる。早くやっつけて。あー、乱数止まらなかった。早くやっつけて。もうやだもう。これ本当にいけるのかな。ちょ、これいけますかね。ちょ、やばいかもしんねえこれ。ムナハブラにすごい苦戦してるよ。だって俺もうさっきのね、ロアルドロスよりも体力減ってるよ。うん、見てた半端ねえこれ。お、え、ラングロトラだな。え、ジャギーじゃないの、もうプロギーじゃないの、ね、こっちのランクになると上になる。一応もう星2の装備クエストに出てくるあいつらが、そうやつらが来るの、もうきついなこれ。この間ね、ロアルドロスアッシュちょっと一人で行ってみたんで、その前ロアルドロスがいた。全然じゃん、ほんとすごい強かった。原種アッシュかと。おー、また参った。あれこれ230、おー、ビブルルルルル、はい、ということでね、はい、僕はこれで終わってしまったわけですけどね。これはい、というわけで皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとこちら一人で続けたいと思います。結果は後でテロップに入れておきますので、はい、楽しい。お疲れ様お疲れ様、頑張ってね。マジかー、やばいな。はい、電撃オンラインチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。パソコンの方は多分この右下に電撃のマークあるから、そこを押してチャンネル登録してください。スマホとかの人は多分下の方にチャンネル登録ってボタンあるから、そこからチャンネル登録お願いします。おじさん、なんで僕がやってるんですか。はい、OK です。